安倍元総理の国葬儀まであと約1週間となりましたが、まだまだ騒がしい感じですね。そんな中、先日、立憲民主党の最高顧問である野田元総理が国葬儀に参列すると発言したことが話題になってますよね。ちなみに速報で、菅直人元総理は出席しないって発表されましたね。どうでもいいわ。 そして、この台本を完成させたと思って、動画を撮ろうとする直前に、現場幸一郎氏が参列するということが発表されましたね。これは立憲にとって痛い。で、そこで様々なリアクションについて少し整理してみたいと思います。皆さん、こんにちは、ハニャです。本日は2022年9月21日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、立憲がやばい。 そうういこの動画では立憲民主党の野田元総理の発言、それに対する原口和弘議員のリアクション、そしてそもそも国葬儀についての立憲の立場が間違ってる件についてお伝えしますので、まあライブによく参加してる方からすると、ああ、いつものことを言ってるわと思われるかもしれませんが、最後までお付き合いください。ちょっと真面目な話を語りますので、途中。 あれこのチャンネルって大学の授業のチャンネルだっけと思われるような部分が後半にありますが、ちゃんと聞いてもらえるとちょっと学びがありますのでご容赦ください。またチャンネル登録、高評価がこの動画の拡散につながりますので、この動画の言説がまともと思われた方はぜひご協力をお願いします。では今回の目次はこちらです。 では、軽く流れを確認しておきましょう。で、皆さんもご存知の通り、安倍元総理の国葬儀が2022年9月27日に行われる予定です。で、当初から私は主張していましたが、この国葬についての多くの人の意見が一致しないために、不要な議論が出ていたというのも事実なんですよね。 ただね、こんなことを言うと、安倍元総理の国葬儀を馬鹿にするな、と怒る人がいるかもしれませんが、冷静に考えると、岸田総理が説明する国葬儀は正直言って、金の出所が100%国負担だが、実質的には、内閣、自民党合同層と大して変わらないというものでしょう。従って、今回の国葬は、内閣の独断で決定してもいいもんだ、と国葬の中身がわかるにつれて私は指摘しています。 国葬の説明が不足しているって言ってる人もいますが、何が不足しているのかわからないくらい説明はしていますよ。もちろんそれが納得できるかどうかは別ですが。ただ、立憲さんは国葬については法的根拠がなく憲法違反だという主張をヒアリング等でしており、まあおよそ国葬は許されないという立場を貫いていましたよね。で、結局9月15日に立憲民主党は執行部は国葬儀には出ないと決定するんですね。 ただ、国葬儀に参加するかどうかの返答期日が9月13日だったのもあるのでしょう。実は立憲民主党は国葬に参加するかどうかは各議員に任せるということを公式に発表しています。そんな中、野田元総理が国葬儀に参列すると表明したので、結構騒ぎになってるんですよね。こちらをご覧ください。こちらは NHK9 月8日の記事ですね、見出しは。 野田氏、元首相が元首相の葬儀に出ないのは人生観から外れるですね。以下、一部引用です。立憲民主党の最高顧問、野田元総理大臣は、安倍氏の国葬に出席する理由について重圧と孤独を味わった元総理大臣が、元総理大臣の葬儀に出ないのは私の人生観から外れると述べました。 野田氏は18日朝、BS テレ東の日経日曜サロンに出演し、国葬について国会を絡めず、拙速にほとんど独善的に実施を決めてしまい、これで良いのかという気持ちはあると述べました。一方で野田氏は、自らが出席する理由について、私は総理大臣の重圧と孤独を短い期間味わい、安倍氏はそれを最も長く経験した。元総理大臣が、元総理大臣の葬儀に出ないのは、私としては、 人生観から外れる。長い間ご苦労様でしたと、花を手向けてお別れをすると述べました。以上ですね。また、現場高一郎氏も、安倍氏とは1993年の衆院選の初当選同期だとし、出席が日本人の一般的な姿勢観に合ってるとして、出席を表明したと読売新聞が報じています。で、このように野田元総理が国葬への出席を表明すると、あれだけ連合会長の 国葬出席にぶち切れていた蓮舫氏など、ほとんどの立憲議員はこれについて何も言わないんですね。ただ、原口和弘議員だけは批判の声を上げます。こちらをご覧ください。こちらは原口和弘議員の9月16日午後11時9分のツイートですね。以下引用です。人生観、それよりも法と正義が優先する。国葬議は憲法にも反し、法的根拠もない。私たちは国権の最高機関にいる。 国葬儀は参列不可なのだ。個人を優先するなど私にはできない。以上ですね。このように国葬への参列を決めた野田元総理、立憲民主党最高顧問に対して批判をしていますよね。また、こちらは昨年の衆議院選挙で落選した川内博士前衆議院議員の9月17日午後0時31分のツイートですね。以下、引用です。 連合会長吉野氏の言動にしろ、元総理野田氏の国葬出席表明にしろ、そのツけを払わされるのは、私たち現場の人間。一個をなりて万骨狩るでは困る。自分の満足のためにポストあるのではなく、それぞれの現場で懸命に戦っている人々がいることを忘れないでほしい。民主主義のために。以上ですね。まあこのように河内さんは、 野田顧問や連合の吉野会長のような上の人の暴走で自分たち下っ端が苦労をするという話をしてるんでしょうね。ちなみに、一個小なりて万骨かるとは、トップの功績の裏には多くの下っ端の苦労があるんだぞという話であって、これだと川内さんは、連合の吉野会長や野田元総理の行動が素晴らしいもの、強化されるべき功績と言ってるので、意味不明なんですけど、私は空気を読みました。 で、この川内博士さんのツイートをリツイートしたのが原口和弘議員の9月20日午前4時24分のツイートですね。以下引用です。連合の顧問だったロナルド・ドア先生は、私に3つの分断、政治と労働運動、官民の違い、正規・非正規の違いと戦いましょうと言われました。 連帯と団結。私たちにとっても厄介なのはトロイの木馬です。理念や正義より、そして同志より自分を優先する自己愛の強いものです。アンチウイルスソフト以上ですね。で、こんなことを言うと意外かもしれませんが、私は実はこの腹口ツイート、そんなにひどいとは思ってないんですよ。単純に立憲はこれまで散々野党合同ヒアリングでもそうですし、 様々な機会に安倍元総理の国葬儀について憲法違反だとか言ってたわけですよ。法律の根拠もないって。ですから基本的に立憲としては国葬についてありえないという立場なんですよね。それなのに最高顧問は出席するって裏切りじゃないかというのは理解できないわけではない。その意味でトロイの木馬だとか野田元総理を罵ること自体が理解できないとまでは私は思えないんですよね。 原口和弘議員についてはかなり批判的な立場の私ですが、今回の件ではそこまで原口氏を批判する気にはならない。というか、これって立憲執行部の責任でしょ各議員が国葬に参加するかどうかは議員に任せるって言うから、こんなことになるわけですよ。 そもそも9月8日の岸田総理の国葬儀に関する説明が納得できなかったと泉健太代表は言ってるわけですから内閣に質問状を送るとかせずにさっさと党として国葬に出ないと決めてしまえばよかったのではそれを議員に任せるとなるから散列する人も出てくるあそういう意味では野田元総理の判断は尊重されるべきだとも言えるわけで原口さんの発言はダメかもね というか、原口さんは、野田元総理を批判するのではなく、執行部を批判するべきなんですよね。その意味では、やっぱり原口さんはダメかな。ただね、これに加えて、そもそも立憲民主党の中で国葬について勉強が足りないというか、恣意的だと思うんですよね。でね、少しお勉強的な話をさせてください。できるだけ眠くならないように話をしますが、ここを理解すると、国葬について野党の人と議論をしても勝てます。 ちなみに内閣府設置法を根拠とした主張ではないです。では、こちらをご覧ください。こちらは統一協会関係では立憲の勉強会で話をされている九州大学の南野教授に関する浅井新聞9月17日の記事ですね。見出しは。たかが国葬というために法的根拠をあえて持たせない知恵ですね。中身も見ておきましょう。以下一部引用です。 岸田内閣が実施を決めた安倍晋三元首相の国葬に反対する世論が広がっている。根拠となる法律がないことや閣議決定で決められたことなどが理由として挙げられるが、国葬実施に反対という南野茂九州大学教授は、たかが国葬と捉え、現状でも法的に問題があるとは言えないという、そして法的根拠がないままにしておくのも一つの知恵だと指摘する。どういうことか話を聞いた。 論点として考えるべきなのは法律上の根拠がなければ国葬はできないのかということです。国の行政が行うことは全部いちいち法律上の根拠がなければいけないのか。政府はフリーハンドで何をやってもいいというのでは困りますが、伝統的な通説や行政実務では必ずしも全てに根拠は必要ないという考え方が取られています。 国民の権利を制約したり、義務を新たに課したりする場合、つまり国民にとって不利益を課す行政の行為には法律の根拠が必要だとされます。これを侵害留保説と言います。では、国葬はどうでしょうか国葬という儀式によって国民の権利が制約されたり、義務が課されたりするわけではありません。侵害留保説の立場に立てば法律の根拠は不要ということになります。 やはり伝統的な通説や最近の有力説の立場に立てば、国葬には法律の根拠は不要ということになるのです。いか略以上ですね。で、実はこの記事は有料記事で、この後には記事がまだ続くので、そこでどういう話がされるかはよくわかりません。ただ、法律論としては私の理解と同じようなものですね。あ、ライブでもこれまでの動画でも言ってますからね。今回の国葬儀は休日にもならないし、 国民の生活への影響がそれほど大きなものではないから、内閣はそれなりに自由にできるだろうって。で、内閣府設置法を根拠とする主張の弱点は、国葬儀の定義がよくわからないところだと思っています。すなわち、仮に内閣府設置法が国葬儀の根拠であると考えた場合、じゃあその国葬儀では何をしてもいいのかとなると、そんなはずはないだろうと思うんですね。 ですから、国葬儀について定義規定などが書かれていない内閣府設置法を根拠とするのは厳しいというのが私の立場です。そして私や南野さんの説明だと、緩い儀式だから法律の根拠が必要ないよねということで特に弱点はありません。ちなみに一部の論客が南野さんの言っている侵害流保説について間違った解説をしています。すなわち、税金を使うからとか、 警備がなされ国民が影響を受けるから侵害流法説でも国葬は法的根拠がいるって説明ですね。ただそれは間違いです。多分その人は法律を勉強したことがないと思うんですが、それで国民の権利が制限されるとか言いませんし、侵害流法説でそれにまで法律の根拠が必要となると、およそ全ての行政は税金を伴いますから、行政の行為は全て法律の根拠が必要という別の説になるんですね。 まあ、先ほどのトンチンカのことを語ってる人は、およそ法律を学んだことがないのでしょうね。それで私より影響力あるんだから、世の中ってね。で、結局、立憲の勉強会で統一協会関係では、南野さんの話を聞いてるのに、国葬ではどうなんでしょうね。およそ今回の国葬については、法律の根拠が必要って考えは、決して多数説じゃなく、私は南野先生みたいな、 確かに法律上の根拠がない。しかし、そもそも今回の国葬儀は法律の根拠が不要という考え方は、法律を勉強した人の中では結構多数派な気がしますが、立憲は憲法違反って本気で考えてるんでしょうかね。というか、統一協会関係では南野さんの話を採用して、国葬では採用しない。まあ、別に間違ってるわけじゃないんですが、なんかね。 都合のいい学者の意見だけ、その都度ピックアップしているだけなんですよね。で、結局国葬については、立憲内部でちゃんとした議論ができてないんじゃないかな。いやね、おそらく立憲内部では、確かに国葬について問題点があるというのは共通してるとは思うんですよね。ただ、憲法違反だって言ってるのが、決して主流派ではないのかもしれない。知らんけど。 だから少なくともヒアリングなど目立つ場面では憲法法違反法律の根拠がないかからダメだっって話ばっかりですよしかし先ほどの立憲が頼りにしている学者の一人である南野さんも今回の国葬は法律の根拠が不要という考えですしね議論がちゃんと煮詰まってないんじゃないかな。 そして中途半端な状態だから各議員に国葬儀への出席を任せちゃったのではないかと勝手に私は妄想しています。要するに国葬儀についての問題点を執行部もちゃんと自信を持って主張できないのではないかと思いますね。 極論、執行部が憲法違反と思ってるなら、やはり各議員には出席をするなんて最低限促さないといけないと思うんですよね。だって憲法違反の儀式に参加するなんて許されないでしょなのに各議員に任せる。そして野田元総理の出席についても、最高顧問は執行部じゃないから問題なしってことだけで終わる。 現場光一郎さんの出席については、まだ泉健太代表の反応などが報じられてないので不明ですが、おそらく執行部じゃないから問題ないということになるのでしょう。ただ、最高顧問はある意味お飾りかもしれないけど、現場光一郎さんってついこの間発表された、ネクストキャビネットのネクスト外務安全保障大臣だからなめちゃくちゃ現役の中心的なメンバーじゃん。これは立憲民主党としては痛いですよね。 まさに分断の象徴かもしれない。立憲ぐちゃぐちゃですね。そんなおかしな状態で国訴について各議員が極論間違った主張、すなわち憲法違反だとか騒ぐのを許していたとするなら、私は立憲民主党という政党が法律や憲法についていい加減だなとって思うんですよね。変ですよ、この政党。と最近見切りをつけています。皆様はどういう感想をお持ちですかぜひともね、コメント欄で教えてください。 にしても、もしかして、野田元総理や現場高一郎さんが出席をしたいという要望が先に執行部の耳に届いていたから、執行部としてはもしかしたら各議員に対して国葬に参加するなっていうふうに言えなかったのかなもしかしたら論理が逆なのかもしれませんね。 まあ何はともあれ冗談抜きでこれ立憲民主党大変なことになっていくと思うんですけども皆さんはどんな風に思うでしょうかではねぜひともチャンネル登録高評価そしてコメントもお忘れなくでは次の動画でまたお会いしましょうバイバイ